おはようございます。茂木耕作美空研究所、今日は12月13日、朝礼やっていきましょう。今日はちょっと雨降ってますかね。あんまり天気は良くなさそうなんですけども。はい、皆さんお元気でしょうか。砂塚森忠さん、おはようございます。山本健太さん、おはようございます。森本茜さん、おはようございます。清水信之さん、おはようございます。寺石由香さん、おはようございます。中村修平さん、おはようございます。山田友人さん、おはようございます。中島明さん、おはようございます。ちゃんとね、明さんを最後にするというようにしておりますよ。明さん、被服筋、ひらめ筋大丈夫ですか？ まあでも筋肉痛は正しいでしょうね。炎症とかだとあれですけど、筋肉痛になる方がいいんでしょうね。いや、おめでとうございます。なんか筋肉痛になってる時に筋肉が肥大？いや、再生してる時に痛くなるんだっけ、あれって。なんだっけ、一回筋組織が壊れて、もう一回作り直している時に筋肉痛になるんだとかな。で、前よりもちょっとだけ大きくするっていうのが筋肥大で、トレーニングの効果が、まあ、それによってちょっとずつ溜まっていくという、まあ、資産が増えるというか感じなんでしたっけ。ちょっと久しくね、筋肉痛を味わってないんですけど、僕はね。そうだな、この間のレーサーズの時とかも筋肉痛にはならなかったですね。筋肉痛になるには、そうなんですよ、レーサーズ行った時に筋肉痛になれなかったなと思ったんですよ。それは筋肉痛になるほどやり込む前に、肺が 追いつかず、 息が持たないというね。そうなんですね。だから筋肉痛になれた方がいい。まあ、トレーニングやった甲斐はありますよね、せっかくやんだから。あとはそれだけその全力を出したってことがすごい大事っぽくて、なんだろう、自分のポテンシャルの7、80%とかで、まあ普段そんなにこう、あかねさん、おはようございます。普段そんなにその毎日毎日100%出さなくていいと思うんだけど、もう普段は7、80%でやることの方が健康にはいいと思うけど、まあ、たまに100%をちゃんと出しておかないと、自分のマックスの100%自体の器がちょっとずつすり減っていっちゃって、それでなんか疲れやすい体になったわみたいな話って大体そういうことらしいんですよね。要するに自分の、なんていうか、それ筋力の低下じゃなくて、脳みそがそのもうこの100%いらねえんだなーって諦めちゃうっていうか、そこにエネルギー割くぐらいだったら他に割きたいことがあるよって勝手に判断して、その元々持ってた100%を出さなくていいんだったらちょっと削ろうって勝手に動いちゃうらしいんですよ。で、徐々にそのたまに100%を出し切って、まあ、走りでもスポーツでも何でもいいんですけど、それをやらないと、なんていうか、筋力自体がそんなに低下していなくても、なんか何もしないのに疲れちゃうなみたいなことが起こりやすくなっていくっていう話をね、なんかどこで勉強したんだったかな。でもなんかそれは確からしいですね。で、俺はもう間違いなくそれになってましたね。2、3年前、だからジョギングはやってたんですよ。ジョギングはやってたけど、なんか別に、まあだからそんなに体調悪いわけじゃないけど、疲れやすいんだよな、1日経って大して何もしてないのに。で、睡眠時間も取ってるっちゃ取ってるのに、なんか疲れやすいっていうのが慢性的に続いてる時っていう時は、
全力を出し切るっていうことをもう脳みそが捨て始めていて、そうすると、まあだからそれがね、40あたりで起こりやすくなってくるらしいんですよね。だからたまにね、筋肉痛になるぐらいのことをやった方がいいんだなっていう。まあだから走り始めたの、スプリントやり始めたのは、そういう、いろいろ複合的に始めた、なきっかけで始めてるんだけど、その側面はありますね。もともと長距離の10キロぐらい走れたらみたいな感じで結構頑張って練習したんだけど、それだと全力を出し切れないんで、やっててもなんかね、あまりその走れるようになるんだけど、体が健康になってビンビン してこう普段が楽になりますみたいな感じにあんまり実感できなかったですね。スプリントはめちゃくちゃそれを感じてるっていう。まあでもね、ご多分に漏れず僕も始めた時は本当にふくらはぎの筋肉痛とかあちこちになりましたけどね。さあ、善くん、あかねさん素晴らしいなと思ったんですけど、善くんにさ、あの校長先生にせっかく結果出たし、あのちゃんと言って、あの紹介してもらえないよと、あのそれを親が促してあげるっていうのは、これあのなんて言うんだろう、これは親が思いつかないとだよねって俺は思ったよね。で確かに僕はそういうことしたことなかったなと思って、あのでもさ、せっかく結果出たら本当その通りなんですよね。で校長先生だってさ、そういうその学校以外のところで何やってるかってちゃんと知らないからさ、そういうのを聞くのめちゃくちゃ嬉しいと思うんだよね、校長先生とかも。で、なんだったらその学校のお友達とかだって、その普段学校の中で善くん見てるっていうのは分かってて、善くんが足速いとか知ってると思うけど、学校の外でどういう活躍なのかとか、どういう大会で8位だったとかっていう話ってさ、まあなんていうのかな、俺やっぱりね、そういうのを聞く方の別の子たちとかも聞けた方がハッピーだと思うんですよね。単純にその、自慢話っていう話じゃなくて、なんだろうな、頑張ったやつをみんなで称える雰囲気に集団がなっていくっていうのが大事なのかなと。だからそのまあでも確かに茜さんに言われなかったらなかなか思いつかないよね、きっとね、本人からしたらね。でちょっと引っかかるものありましたとか言ってたけどさ、でもちゃんと言うっていうのが素晴らしいところで、善くんもね、本当に校長先生に大会で8位になりましたと紹介してほしいと、あーこれを言えたらさ、いやどうっすかこれさ、あのこれできたら最強だと思うんですよ。何やっても食っていけるよねっていうね、本当にそう思ったな。それこそそのハノマル学習会のねビデオ動画の中で高山先生とかも、まあ、どうやったらモテるようになり、どうやったら食べれるようにな子供になるかと、あまあ大人になってからモテて食べれるっていうその能力を育てるために花丸学習会ではこうやってますって話をビデオではしてたわけですけど、もう確かにもう本当そういうことだなと思いましたね。そのちゃんとまあ男女問わず、まあできれば異性からもちゃんと持つ方がいいと思うんですけど
でもまあモテてるよね、それがすごい大事なことで、なんていうかちゃんと異性から支持されつつで同性からも気持ちよく応援されるっていう、まあ、これが本当のモテるだなと思うんですけど、その状態になって食っていけないわけないんですよ。まずね、まずそれがその、まあ、要するに全部こうフィールどのような場所に飛び込んでても人間関係上こう自分のホームにしてしまうっていう能力だと思うんですよね、モテるっていうの。まあ、でだからモテる時点でそのポテンシャル発揮しやすくなるから、まあ、じゃああとはその自分の本来の力をどう鍛えるかっていうだけの話だと思うんですよね。それがまあ勉強の話だったりスポーツだったり、それこそ交渉じゃないですか。校長先生に頑張ってこの大会でこういう順位だったんですと、これをみんなにも紹介してほしいと。で、校長先生はまあこれ交渉っていうことじゃないかもしれないけどさ、まあイレギュラーなことだよね。よくあることって言えば何でも言ってくれるっていう保証がないことがすごくいいなと思ったんですけど、ね、多少前でさえも多少緊張したんですかね、そういうのを言うっていうのはね。お茶先生トントンって入ってて、どうしたぜ今日は、何の自慢だみたいな。でも校長先生も素晴らしいね。なんかそれちゃんと聞いて、要するに、生徒からそれを言ってもらえる存在だってことが校長先生としてはもう最高だと思うんですよね、でなおかつ全部それをちゃんと伝えて、で学校みんなに校長先生から伝える、全本人から自慢したって全然いいと思うんだけど、やっぱりその集団の一番トップにいる人がその一人のメンバーに対してこんなに頑張ったんだよ、素晴らしいよね、みんなで応援しようっていう言葉を紹介して、まあそれが結局いい手段を、そういう積み重ねでいい手段ってできていくんでしょうね、なんか本当全部さこうちょっと今日何話そうかな、なんか思いつかねえなーっつってしばらく考えて、あそういえばさーってなって、それをそういえばさーで出てくるぐらいのテンションなんだけどさ、いやなんかお見事な話だなと思いましたね。すべて詰まってんなと集団生活どこに行ったって必ずするのに、その集団ってどうやったらいい感じになるのかって、まあ、答えないんだけど、まあ、その答えを善の行動に見ましたよ。本当に素晴らしいなと思って、何やっても食っていけるよねそれね。なんだろうな、営業でなんか自分の売ってる商品これね本当にいいもので、まあ一人買ってくれただけではなくて、もっと多くの人に届いた方がいいと思うから、よかったら使ったこれを紹介してもらえませんかと、本当に素晴らしい、効果が出てるっていうこともこっちで、証明されてますんで、あなたのコミュニティの中にも広く知らしめてくださいという話と、まあ一緒だよね、これ営業トークだけどさ、例えば何かの商品かなんかのそれとやってること一緒だよなと思ってる。でなおかつさ、それはただその売り上げ上げるための営業トークみたいになるかもしれないけど、あくまでその日買ってくれた人のもう、まあなんだろう、その人の人生はもうすでに豊かにしたかと思うんですよね。買ってくれて喜んでくれてそこで成立してから、まあそこでいいんですけど、その人の所属している組織全体の
にとっていい影響を広めてくださいという、うん、話だと思うんですよ。それってこう俺が売り上げ立てたいから紹介してくださいじゃなくて、あなたの所属してる集団の皆さんがもっと良くなると思うんでっていう話でこう、紹介してもらえませんかっていう話をするかは、もう結構な開きがあると思うんだよね。こう自分のために言ってるのか他者貢献のために言ってるのかみたいなことだと思うんですけど、他者貢献のためになんか自分他者貢献のための自分の自慢っていうか、それはできたら究極ね、本当何でもやっていけるよねっていうね、すごい話だなと思いました。そうですね。あとは何ですか。あとはそう、ユージンさんのまあちょっと前の放送ですけど、失政感の話はこうやっぱなんていうか、コメント欄に一言コメントを返すっていうのに時間を要するんでしょうね。それでもなんか気持ちわかるなというか、中島さんとか清水さんとかポツポツと返されてるじゃないですか。でそれは普段そのなんだろうな、普通なんか話のテーマがこうポンと立った時にパンとすぐレスポンスが来るのって普段から考えてるからだよねって思ってたんだけど、死生観に関しては普段から考えていれば考えてるほど何かポンとテーマ立った時にすぐ返す感じにならないかもしれない。普段から考えている方が、普段考えてなかったから、あ、なるほどってすぐ僕は返しましたけど、なんかあれですね、去年とか今年こういうことがありまして、そういえばかつてこういうことあって、それからなんていうか、まあそればっかりをずっとテーマに据えて考え続けてきましたみたいなことじゃないかもしれないけど、まあ、ずっと心のどっかにあって引っかかってたりとか、どうしてあげるのが良かったんだろうみたいな気持ちっていうのはある人の方が、ユージンさんの放送に対するコメントがつくまでに多少タイムラグありましたよね、結果的に。これはなるほどって思ったっていうねなるほどって思いましたね。でこの待つだけの時間的に待てるだけの余裕が必要なテーマってあるんだろうね、うん、でまあその一つが死生観だったんでしょうね、うん、なんかその俺ってさ、本音を話す話さないじゃないと思うんだよ。本音をなかなか言えないでできたタイムラグではないと思うんですよ。ずっと思ってたし、返そうとより思っているからこそタイムラグができてるわけじゃないですか。こういうことがあんだなっていうね。あ、友人さんおはようございますちょうどだからその友人さんのことを話してると友人さんがやってくるというね。そうでもなんかそこのなんかこういろんなコミュニケーションで僕こう基本そのスムーズであったりとかリズムができたりとかそういうものになんていうかそういう方がそういう風になるにはどうしたらいいかなっていう
ことは多々考えたり試したりしてきたと思うんだけど、あんまり考えてなかったなと思った。その例えば友人さんが立てた死生観みたいなテーマに対して、一番しかるべきコミュニケーションのあり方としては、こうずっとそれについて思ってたものがある人ほどコメントに返してくるまでにタイムラグが結構長く取られるっていう、ことがあそこでねちょっと可視化されてたと思うんですよね。だってアキラさんの、まあ、いつものリズムだったらポンポンポンってくると思うんだけど、清水さんもそうだけど、死生観に関してはあのタイムラグだったっていう、まあむしろ僕みたいにあんまりさ普段考えてなかったから、はあそっかってなって、考えてない人ほど早いリズムでパンと返してたじゃないですか。それがあ、なるほどこういうふうに逆転するのかっていうね。でそこは見落としてたなと思いましたね。でそれはそのなんだろうな、本音をうまく話せる話せないみたいな話ともちょっと関係あるかもしれないですね。そのタイムラグを許容できるようなコミュニケーションを取れているかっていうのは、あの返してくるまでにタイムラグがあるっていう前提でずっと待ってるよっていう、あのでも全然いくら時間かけてもいいからあのっていうフィールドを用意しないと出てこないことってあるんだなと。ただそのリズムが良いとか、ただスムーズだとか、ただお互いこう安心できるからワイワイできるっていうコミュニケーションには結構僕はそのそっちにフォーカスがいってたなって思いましたね。けどまあそうじゃない、そのシーンとしてても大丈夫というね、まあ、そういう類だと思うんですよね。あのしばらくノーレスポンスだけど全然問題ないっていう、それもコミュニケーションの一つの、そうした方がいい場合っていうのは、その方が本音が出てきたり、その方が、受け取りやすかったり、話題によって適切なリズムというか時間感覚は長くなったり短くなったりするんだなっていうのがね、昨日の思ったのですかね。友人さんのやつ、いつだっけ、2日前3日前でしたっけ、放送してくれたの。まあでもそういうものの方が結果的には要するに長い時間考え続けるような話だと思うんですよね、死生観って。あのポンと誰かが話題上げて、あのトン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 ってコミュニケーションの対話が刻まれてその日一日で済むっていう、まあ、そういう話題もあると思うけど、死生観ってそうじゃないじゃん。今後ずっとの話だから、ずっとまあ受け答えにタイムラグもこう長くなりやすいし、まあ、結果ずっと続くテーマにもなるんだろうなっていうねことでしょうね。まあだからでもそれもあれですよね、友人さんがこう序盤であの倫理学とか徳とか中庸とか、まあ、あれいうのって結構土台だと思うんですよね。でそういう土台があってこそこうああいう話って入ってくるのかもしれないですねとは思いましたね。はい、ということでそろそろでしょうか今日はね。まあなんか死生観を最後にして今日は皆さん誰と笑いますかっていうのはすごい楽しいですね。
どれだけ長い時間残りの死ぬまでを笑っていられる時間長くしていくかっていうゲームだとすると、誰と一緒に笑うかはめちゃくちゃ重要だなっていう、ね、まあ家族みたいにこう一番長く過ごす人とできるだけ長く笑うっていう要素と、まだ会ったことない人に会いに行って、こんな笑いがあるのかというね、こんな楽しさがあるのかという話もあるよね。だから内側で作る話と外に出てって、まあそこでどんな笑いが起こるのかっていう、その2つどっちにも誰と笑いますかっていうのはあるんでしょうね。はい、ということで、いや、はい、今日も良き一日を。ゆうちんさん、バイバイ。